スーダメイミープレゼンツ元気ガーデルお金のソダンジョこんにちは皆さん、マネーセラピストの安田真由美です。土曜日の午前中いかがお過ごしでしょうか。今日からもう6月でございます。沖縄梅雨入りですかね。こちらの方もムシムシした毎日続いております。今日もですね、ラジオ版元気が出るお金の相談所を聞いてくださりありがとうございます。お仕事中の皆さんもお耳だけお貸しくださいね。私はシニアの老後のマネープランとかね、介護が始まる前から相続の後始末までの金の悩みをね、解決する仕事をしております。この番組では私の専門である老後の家計、それからライフプラン、介護、相続などシニアのお金の悩みにお答えしたりお役に立つ情報をお伝えしております。ということでですね、今日は私の近所であります、5月17日に発売されたばかり、揉めないための相続前対策という本をご紹介したいと思います。サブタイトルが親が認知症になる前にやっておくと安心な手続きということで、まあですね、認知症の方は今後も増えていきますよという統計があります。それは何でかっていうと、段階の世代がたくさんこう高齢化していくわけですよね。で、だいたい80歳を過ぎたあたり、85歳を過ぎたあたり3人に1人が認知症になるとか、もう95歳以上は2人が1人、2人のうち1人が認知症になるっていう風にどんどん割合が増えていくから、認知症の患者が増えますねっていう話なんですね。で、皆さん認知症ってどんなイメージ持ってますかしらね。最近ちょっと私今忘れ多いわとか、大丈夫かしらなんて言って物忘れって思ってるかもしれないけど、物忘れではないんです。認知症っていうのはもともと記憶の定着がないんですよ。だから忘れてるわけじゃない、もともと記憶がないんですね。で、そういう状態で、一方ではそのアルツハイマー型認知症っていうのはそういうことで、もう一つは脳血管性の脳梗塞とか脳一血でバタンって倒れてしまって、救急車で運ばれて手術してもこう神経がやられちゃったりして麻痺が残ったり言葉が喋りづらくなったりして、認知症と同じ状態、その日常生活が営めない、判断能力がなくなったり伝えられない状態のことを認知症症状って言うんですね。だから急にバッタンって倒れて認知症と同じような状況になったりするんですけど、みんなね、まだまだ親元気だから認知症対策なんていらないよってね、ちょっと物忘れが多くなったらそうするよなんていう人はね、結構いるんだけれども、倒れてからでは取り返しがつかないんだよね。どんな取り返しがつかないかっていうと、認知症になると資産が凍結されちゃうわけ。で、資産が凍結されるってどういうことかなって思うでしょう。まず銀行に行くじゃない。で、息子だからって言って親のお金を引き出せるかっていうと、メガバンク系はそうもいかないですね。銀行最近うるさいですから、そういうことはできないよということになります。不動産どうなるかっていうと、いくら子供でも親の不動産は売れないです。代理で売ることはできない。だから介護のため、なんでしょうね。介護費用を捻出するためにご自宅の不動産売りましょうって言っても、お父さんが持っている、お父さん口聞けませんっていうと、売買契約ができないんですよ。で、本人が元気で意思能力があるけど契約に立ち会えない、例えば足を骨折して契約に立ち会えないんです、みたいなのは代理はできるんですよ。本人の意思確認ができるからですね。
でも、もう寝たきりで本人の意思確認ができないものを代理人が売買するなんていうことは世の中できないんです。だからそういうのを資産があってもお金に換えることができないので資産凍結って言うんですよ。で、銀行さん でキャッシュカード教えてもらってるから大丈夫って言うんだけれども、そのキャッシュカードの暗証番号とか、それから代理人カードとか、みんな いろんなこと考えるんだけど、そのカードがね、時期不良とか、破損、汚損、結構時期不良っていうのが多くて、で、それで使えなくなったら、まあ、そこからストップだからね。はい、カードを新しくしてくださいって言ったとき、ご本人じゃないと新しくならないんだよね。だからそれがいつ来るかわからないことに対して安心はできないと思うね。緊急的に一時的に使うのはいいけど、じゃあどうするかっていう話を漫画入りでストーリー仕立てでわかりやすく書いたのが私のこの揉めないための相続前対策っていう本なんですね。私がなんでこれを、私が今一番書きたい本なんです。で、なんでこの本書きたかったのかなっていうと、介護の準備不足が、争う家族って書く相続の、まあ、種になるからだ。つまりもう、介護、いやいやながら介護するって、押し付け合いながら介護する。さっき言ったように、脳一血、脳梗塞で倒れて、それまでうちのお母さん元気だよねって言って安心して何もしなかったのに急に倒れて、で、兄弟3人もいるにもかかわらず、お前やるよ、お前やるよ、みたいな感じで、押し合い、へし合いして、まあ一番近い人が何とか介護をする。だけど、その最終的に10年ぐらい介護しても、いざ、その介護の果ての相続、っていうふうになった時に、まあ介護をしなかった人ほど残ったお金を平等で分けたいみたいなことを言ってくる人うちが多いんですよ。その介護に費やしたお金というよりも時間、逸失利益っていうんだけど、もしパートのね、私がパートのをしてるおばちゃんで、で、他の兄弟何もできなくって、パートを辞めてでも親の介護をするってことになったら、本来得られるべき収入を得られなかったことになるんだよね。で、そういうちゃんと計算をしてくれないわけ。持ち出しなかったんでしょうって、つまり親のお金で介護できたんだから、それでいいじゃない。ね、すごく頑張って、まゆみさん一生懸命ね、お仕事、介護してくれて、それは感謝する、ありがとう。でも、持ち出ししなかったんでしょうみたいな。そんなことを言われる。で、一生懸命介護やって、で、介護した、その金銭的な、つまり、介護の評価って、相続、人が亡くなって、相続財産をどうやって分けるかってなった時に、金銭で介護をした人と介護をしなかった人の差をつけることで、まあ、介護が報われたなーっていうふうに思うかどうかの問題なんだよね。それがあまりにも、低く見積もられたりすると、私なんでこんなに頑張ったのかしら。10年も費やして、この人たちのさ、こんな程度でいいのかしらっていうことを思う人がいっぱいいるんですよ。で、やはりね、介護、遠方に行って介護はできない。忙しいんだって言って介護しない。で、本当に口ばっかり出してきて、そういうことにもイライラしているのに、いざ相続でまた揉めるって。そうなると、本当に何でしょう。そんなにたくさんお金を残したわけでもないのに、その分け方で家族が争うっていうことも辛いし、かといって自分がやってきたことを認められないのも辛いし、っていうですね。もう争う家族になっちゃうわけ。で、そういうのをたくさんね、見てきたんですよ。私、まあね、マネーセラピストですけど、ファイナンシャルプランナーの資格を取って28年経ちまして、で、そこから、相続関係だと自分が50ぐらいになってからだから、まあ、15年以上も、この介護とか相続の仕事に携わって、
きました。いろんな人のご相談を受けてきました。もうそうなるとね、やっぱり介護の準備不足、つまり介護リテラシーが大事なの。つまり介護のことを知ってれば押し付け合うことがないんですよね。だから、働きながら、ね、まとまった休暇、介護休業とかさ、休暇を取れる、どこの会社もそれはあるけども、うち休めないから無理とかって言うんじゃなくって、1日ずつ交代で休めば、1人は1日だけど、合計3日もね、平日使って、親の介護ができたりするんですよ、手続きとか。そういう介護リテラシーがあれば、事前にね、あれば、揉めることがないんだよね、介護で。で、介護のワンチームができれば、本当はそこから先、すごくこの親の認知症対策とか、いろんなことがみんなで考えられる。そういう入り口の段階で、つまずかないようにしてほしいなと思って、つまずいた事例をいっぱい書いておいたのが、この本なんですね。はい。ぜひ多くの人にね、手に取ってもらいたいなと思ってるんですけれども、ヒート熱くなってしまったので、ここらで一曲曲を挟みたいと思います。曲は、マグカフェアットガーデンで、オニバ。先ほどの続きになるんですけれども、とにかく家族がですね、争わなくても済むように、親の介護はみんなでこうちょっとずつ負担し合いながら、親の体のことを考えながらやっていこうよっていうチーム作りがしたいんです、私は。で、そのために一番いいのは、まあ事前にですね、親が元気だからこそ親も含めて、もし介護になったら、どういうふうなこうリハビリがあるよとか、周辺にはこういう施設があるよとか、働きながらでも介護ができる制度があるっていうことをみんなで勉強しようみたいな雰囲気ができるとすごくいいと思うんですね。で、介護の話ってさ、やっぱり暗くなっちゃうじゃない？なんか、俺の前でそんな話すんなよ。俺は倒れないとか、俺はボケないとかいうおじいちゃんたちいるんだけど、なバカなことあるかいっていう話で、なんだったら親を除いて、子供たちだけでもね、ちょっと勉強しないとか、こんなことあったよ、みたいな。で、それが一番いいのは、やっぱりグループライン作って、情報共有しておくっていう、心の準備を親が倒れないうちにやっておくこと。そして、会うたびごとに、お父さんお母さんに、最近の調子はどうとか、つまずいたりしてないみたいな感じで、体のことを気にしてあげてるっていうのが一番いいかなと思うんですね。で、なんでそういうこと言うかっていうと、体のことって気にしてあげて予防をしてあげれば、介護が始まる時期をずん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 遅らせることができるの。血糖値が高いんだって？糖尿病だって言われたの？
まだ言われてないんだ。じゃあ、こんな風にね、ちょっと工夫するといいかもよ、みたいな感じで、ちょっとこう気にかけるっていうことを子供たちが代わる代わる言ってあげるとかね。まあ、そんなことで、親は、ああ、なんか子供たちやけに自分たちのこと気にかけてくれてんだな、っていう感じで、いう風にこう作っていくといいと思うんですよね。そういうことをやりつつ、私がおすすめするのは、家族信託、っていうね、財産管理を子供に預けておけば認知症になったり、ばったりある日倒れても、お金がない中でお家を売ってもらったりすることができる。そういう仕組みがあることをまず知っておいてほしいし、まあ、リスナーさんの中にはお一人様がいるかもしれない。お一人様だったり、子供はいるけど全く当てにはならないとか、どこ行っちゃったか分かんないみたいな人も、いるんだったらば、任意後見契約って言って、自分が認知症になった時に、自分の介護施設への契約とか、それから財産管理も含めてできる契約ってあるのね。で、そういうのを、第三者に。子供っていうよりも別な第三者にお願いするっていうこともできるし、もちろん子供に頼むこともできる。で、そうすると、すごく安心できると思うんだよね。まあ、契約行為なんで、公正証書っていうものでちゃんと、そうしない限りは親の財産を子供がお金を下ろしたり、払ったり、売ったりするなんてことはできないんです。家族信託か任意後見か。この2つの方法が、親が元気なうちであればできるようになるんで、これをぜひですね、覚えておいて、うちはどっちがいいんだろうな、みたいなことを考えるための一つのきっかけとして、この、揉めないための相続前対策。ね、親が認知症になる前にやっておくと安心できる手続きって本を、手に取ってほしいと思うんですね。で、まあ、地元にね、本屋さんないよって言ったら、まあ、楽天で買うと楽天ポイントつきますし、アマゾンでもね、ポイントつきますけど、まあ、楽天しょっちゅうなんかやってる、買ったりしてるんだったら、ポイント貯めれば、もしかしてそのポイントで ただで本が買えるかもしれませんしね。まあ、そういう意味で、書店がなければ、ネットで購入していただいてもいいし、なんか本買うっていう習慣がなければ、図書館にね、リクエストで新刊こんな面白そうなのあるよっていうことで、小説じゃないので、どちらかというと、こういう相続に役に立つ本って、図書館はリクエストを受け付けやすいので もしかすると、リクエストを受けて、買ってくれるかもしれません。なので、ぜひ、とにもかくにも、わかりやすい、ちょっと難しい契約とか難しいじゃないですか。でも私、ご相談が多いので、まあ、ご相談の内容をですね、漫画のストーリーに仕立ててね、作ってもらってるので、星ワニコさんっていう、漫画エッセイストさんに書いてもらってですね、もう、泣ける 泣けるストーリー。頑張って。主人公が本当に頑張ったよっていうね、いくつかの家のパターンがあるんだけれども、そういう意味では、こう、ちょっとわかりやすいと思うんだよね。なので、難しい、本文で確かめて、まずは全部漫画だけを読んでいくっていうのもわかりやすいかな。まあ、そこで、ああ、こんなことあるんじゃ、手立てしといた方がいいな、なんていうことは、ぜひ、家族でこれ回覧し合って 見てほしいなと思うんですね。やっぱり私の根底にあるのが知らないで損をするっていうのが嫌いなんですよ。やっぱり情報弱者。お金のある人は情報があります。周りに弁護士さんだったり税理士さんだったりして、そんなことやると損しちゃうよっていうね、アドバイスしてくれる。顧問の人がいるでしょう。でも一般庶民とか、ましてやそのお金のない人にとってみれば、本当はお金がないからこそ、情報、国の制度、自治体の制度で、ね、どれだけその、なんだろ
自分たちでお金を出さなくても、こんなことまでできるんだよっていうのを知っておくことによって、安心したりすることができるのに、情報を取りに行かないっていう人たちを多く見てきたので、まあ、ことが起きてから行くよりは、事前にこういう手立てがあるんだっていうことを知っておくと、随分違うと思うんですよね。なので、適齢期。親がですね、まあ、80を過ぎたあたりから、まあ、なんでしょう、ちょっと勉強しようとか、情報入れとこうとか、兄弟間で、親いつ倒れてもいいようにしとこうとか、そういう話をしてほしい。ただし、親が糖尿病だって分かったら、もう70代でもいいから、まあ、こういう対策は早めにやっといた方がいい。糖尿病の人って、アルツハイマーリスクが1点、人の1.5倍なんだよね。それから脳梗塞、脳溢血に至っては、糖尿病の人は2.5倍のリスクがあるって言われてるんだよね。だから、糖尿病とそうでない人の差っていうのはすごく大きいので、血糖値が高いよとか、最近の血液検査どうだったとか、なんでしょう。そういうところからも気にして、なんか糖尿病のね、ちょっと薬、血糖値下げる薬飲んでんだとかってなったら、ちょっとも真剣に心配してあげてほしいなっていうふうに思いますね。まあそういうようなことを気にしながら、自分たちが、まあ親の体のことを気にしてるんだけど、親も自分も親の介護の時期を遅らせていくっていう作業がすごく大事だと思う。なんだっけな、介護の専門職の人に言わせると、最近よく、つまずくって、ね、つまずくとか、なんか、突っかかるんだよ、みたいなことを聞いたとき、どう反応するかって言われたんですよね。あ、何もなくてよかったじゃないって話が終わるんじゃなくって、最近よくつまずくんだよね、みたいな感じで。それって足が上がらなくなってきてるんだよね。こう、すり足とか、つま先が上がらない。だから、そうなってるっていうのは筋力が低下してることだから、何にも今は起きてない、転倒もしてないからこそ、今のうちに筋力をつけるリハビリをしようというように頭がなるかどうかで、その後の介護への道のりが、すぐに来るのか、先なのかがね、わかるって言ってた。へえと思いましたね。だからね、介護のリテラシーって大事だなと思うんですよ。もう、つまずくの、大丈夫じゃん、でもなんともなかったんでしょって話終わるじゃないですか。そう、終わらしちゃダメってことだから、やっぱり介護になりやすいとか、まあ、こんな症状が続いてるみたいになったら、ネット検索しとけばいいんじゃない？したらやっぱ筋力落ちてるよ、こんなことしてみたらいうことも大事な情報だと思う。そういうことがいっぱいこの本にはあるので、ぜひですね、この、しつこいようですけど、揉めないための相続前対策っていう本を読んでいただければ、ちょっとは情報が入ると思います。ぜひお近くの書店、または楽天やアマゾンでお買い求めいただければと思います。皆さんのね、ご家族が争わない その相続になりますことを祈っております。ということで、今日のお話はこれにて終了いたします。何かね、ご質問とか本読んだよっていう感想がありましたら、ぜひ宜野湾までですね、 FM 宜野湾までメール送ってください。いつものように宜野湾、FM 宜野湾はですね、797@FM-BINO1 までメールをお寄せください。ではよろしくお願いします。次回またお耳にかかりたいと思います。お元気です。